ウィス、今回はサンリオキャラクターズランド、通称サンリオコロシアム、こちらを周回しつつ適当に喋っていきたいというふうに思います。ってことで、ちょっとね、2、3日更新開けちゃってすいません。本日から私なんと怒涛の6連休に入りましたので、しっかりね頑張って YouTube の方もやっていきたいというふうに思います。はい、でですね、サンリオコラボの方が、今週の金曜日から開催されまして、で金土日と、本日で3日目になりますけれども、まあ、いろんなところのねコメントとかツイッターとか、まとめとかをね見てる感じ、あんまり評判良くないですよね。まずアンケートの結果がこんな感じになっていまして、まあ、かなりの下振れが起きている状態になっています。で、セルランの方も、コラボ初日が良いといった感じで、まあ、その月末でねユーザーが一番お金持っているであろうタイミングでの開催っていうことを考えると、まあ、これは決して振るっているとは言えないのかなというふうに思います。まあ、ただそのセルランに限ってはね、一応明日ね30日、公式放送が予定されておりまして、でそこでね新しいガチャが来るかもっていうことでね、様子を見るためにまだ課金を控えてるっていう方もねいると思いますが、まあでもそれを差し引いてもね、今回あまり評判が良くないとされる理由はね、結構思い当たるものがあるのかなっていう風に感じてますね。はい、で、まあ、例えばなんですけど、今やってるこのコロシアム、こちらね先日から話題になっている特定のガチャ源をリーダーにしてクリアすることで、強力なねアシストが手に入るっていう、いわゆるシドイベとか、飛空艇商法とかっていう風に呼ばれてますけども、これが、今回全部で7つありまして、でこれねそれなりに取り組もうと思えばそれなりの課金が必要になってくるっていう形であること、ガチャ入手しか手段がなかったシドの時と比べるとまだマシっていう意見も一部あるんですけれども、まあその基本的にはその時の飛空艇商法をユーザーが許してしまったから、こうやって運営が調子乗ってきたんだっていう声が、まあ最も多く見られましたかね。てかまあ別に我々ユーザーもそれを許したつもりはないと思うんですけれどもね。ただそういったこととは関係なく運営が強行してきたっていうだけの話かなっていうふうに思います。はい、まあ、この辺はね前回動画で触れたんで、まあ、軽くにしといて、はい、ボスが黒身ですね。こいつは8コンボ吸収なんで9コンボしていかなきゃいけないんですけども、この次がちょっと鬱陶しくてですね、ドロリフをしてくるんですよ。でドロリフをしてくるっていうことは盤面の枝豆が消えてしまうので、コンボ足さないといけないんですよね。はい、2コンボ足しましょうと。これが若干めんどくさいなっていう感じですね。はい、これ突破しますよと。報酬確認していきましょう。まあ、今回のコロシアムは報酬そんなに美味しくないですね。はい、こんな感じで専用武器は落ちますけれども、それ以外がちょっとしょぼいかなっていうところですね。もう2周ほどしていきましょう。はい、じゃあ次、ガチャに関してなんですけど、今回のガチャはね、これも以前から話していた通り、星8のラフィーネキティとダイオウクロミ、こちらが確定枠で、その他追加された新キャラ10体、計12体、すべて交換不可となっております。従来交換可能となる星7のね、レアリティをすべて見事に外してきたっていうところで、まあ、ここでもね、超露骨な集金体制が見て取れるっていうところですね。はい。で、これはね前回の動画で触れてなかったことなんですけど、今回のコラボガチャでは、まあ、これかなり久しぶりになるんですけど、ピックアップ仕様が、導入されていまして、昔の FF コラボの時とかに一応あったんですよ。その日替わりで星6のキャラが、確率が上がるっていうのをこの運営やってたことがねあるんですけれども、まあ、今回それをやってきたと。でその内容っていうのが、コラボ1周目がラフィーネキティで、2周目がダイオウクロミで、ピックアップがそれぞれ 1% で、ピックアップじゃない方は 0.5% なので、まあね、ピックアップね。排出率 1% っていうのは、このゲームにおいては最低レベルの数字でして、コラボキャラの単体確率が 1% を下回ったことって、で僕の覚えてる限りでは多分一度もないんですけれども、その 1% その従来の最低の数字である 1% をピックアップとして扱うことで他のキャラの確率を下げる口実にしてるようにしか僕は見えてないんですね。だからその
これはだからラフィーネキティのピックアップと目打ったダイオウクロミのピックダウンだと思ってますね。はい。まあただ正直今回に限ってはそのクロミもキティもね、どっちもそんななんか複数必要っていう感じのキャラ性能ではないと思うので、まあそこはまだいいかなって思うんですけど、もしこれがね、電撃文庫の時のね、ミサカミコトみたいなキャラクターでこれをやられたら、そりゃね、もうっていう感じなんだよね。で、多分ね、そのうちピックアップっていうのもやめて、0.5% が据え置きになるんじゃないかなっていうふうに思っているんですけれども、だとしたらすごく嫌だなっていうふうに思ってますね。はい。で、あともう一つ、これはコロシアム絡みなんですけれども、ダンジョンのギミックがね、めちゃくちゃ露骨なんですよね。これ僕今すごい快適に周回してるように見えるかもしれませんが、一覧、ギミック一覧載せるとね、すごいこんな感じなんですよ。一言で言うと、芝ドラ潰しがとんでもなく露骨なんですよね。で、今回のダンジョン8階層なんですけど、これね、5階以外はね、全部芝ドラに絡むギミックが入っていて、まず火消せないが2箇所あると、もうこの時点でね、火属性超不遇なんですよ。で、2階のロック目覚めとバインド、これもきついでしょ。で、今回アシスト無効なんで、バインド耐性張れないんですよ。で、3階が超根性がカットできればまだマシかなっていう感じ。で、4階が水属性かつドラゴン半減なんで、この中だと一番ゴミですね。ワンパンはまず無理かなっていうふうに思います。はい。で、5階はまあいいでしょ。で、7階も非半減なんだよね。で、8階はこれ3択なんですけど、枝豆消されるし、覚醒無効あるし、で遅延もあるし、でどれが来ても結構めんどくさいかなっていう感じ。まあイカグが打てればね一番いいんだけれども、まあ結構枠的にきついのかなっていうところがありますよね。はい、っていう感じで、まあ逆に言うと、まあ、こういうねキリミちゃんパーティーとかだったら全然苦労せずにクリアすることができちゃうので、そうやってこういうキャラを優遇して、で芝ドラ潰して、そのガチャ回させようっていうことなのかもしれないけども。やっぱその無課金で作れる超つなげ変換が現状芝ドラしかいない以上は、それを潰すイコールガチャの最速になっちゃうっていうところがあるから、その芝ドラ以外の選択肢がねある人からしても、やっぱり芝ドラ潰されるのって気分悪いと思うんですよね。っていう感じで、まあ他にもね既存強化があんまりパッとしないとかっていうのもあって、まあ、今回のコラボ結構どこを切り取ってもただ金儲けしたいだけっていう感じに受け取れちゃうのが、まあ結構僕の所感になっちゃうかな。何よりサンリオなんて万人向け筆頭じゃないですか。サンリオっていうね、そのブランドイメージとその露骨な集金っていう部分が全然結びつかないっていうところもすげえ気持ち悪いなっていうふうに思うんですよね。だったらなんかまだゴリゴリのねオタク向け作品とかでやる方がまだギリわからんでもないって感じ。僕はあのサンリオねすごい好きで、キティミミーナをねあのうちのチャンネルのアイコンとして使うぐらいには気に入ってるんですよ。思い入れがあるんですよ。っていうだけにね、やっぱり今回のコラボは非常に残念だなっていうふうに思っていますね。はい。この空気っていうのをね、明日の公式放送の内容で挽回できるのか、復帰者向けのイベントをやります的なことをね、大輝が言ってましたけども、すごいハードル自分で上げんなってまた思ってたんですけれども、なんかね、その手前の部分からね、もうちょっとこう、歓迎ムードみたいなものを作っとかないと、やっぱり何を発表したとて、好意的に受け取られないっていうところがあるんじゃないかなっていうふうに僕は思っちゃいますね。はい、っていう感じです。よかったら皆さんの感想も教えてください。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画も生放送でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと早かったわ。はい、ここで終わりですね。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。